はい、皆さんこんばんは。プロスピ2024ペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回はですね、試合ダイジェスト設定、8回から僕が攻撃の時になるとプレイしていきたいと思います。よろしくです。まあ、ここいらはね、パワープロより細かに設定できるので、はい、先発はビーズリーで OK。 ここもまあ変えんでええかな。うん、このままでいきましょう。で、チームプレイですね。負け試合だろうと8回から僕がでも攻撃していきますよ。この打線どこまで今回は機能してくれるか。2割8分以上の打者がねゴロゴロいます。うちはさあ幸先よく先生なあ。ダメか。いや、これオースティンが若干スペってくれてるのがね、能力落ちとるから助かるな。まだ万全な状態やったらやばいで。うわー、ちょ、ビーズリーさんやばすぎ。うちでも大丈夫です。8回から僕がね打つ方はなんとかします。いや、ビーズリーな、能力自体はさほど高ないからな。うーん、リアルの成績を反映したらもっとやばいことになると思うんですけど。6対1か。さあ、ウルシハラ初登板、ウルシ頼む。サスケのな、ウルシハラユージみたいなレジェンドになるんや自分は。さあ、8回から。うわー、美しい綺麗やな。いや、デイゲーム、これがあるからええわ。ノー、森下ノー、森下ノー、森下ノー。それはダメだと。振り遅れてますね、普通にね。これも打球しょぼいな。さあ、前側。いや、甘いっすね。振ってよかったか。ボール、ストライク。うそーん、高ない。うまいけど、ミートの合わせ方はうまいけど、これは落ちんでしょう。いや、筒香のとこ余裕でアウトや。さあ、最終回、ウェンデルケンが出てきたか。今シーズン23試合投げすぎだろえ、これ今シーズンもう23試合も投げとんかい。これまだ4月ですよ。ほぼ毎試合のように投げとるやん。これもしょぼい。一塁ヤマト。
さあ坂本のとこは代打行く。3割打者だ、3割打っとるけど。そう、高寺をね、あの島田落として高寺をちょっと一旦上げました。はい、小野寺行くか。なんで小野寺こんな似とるん、マジで異常なほど似てないか小野寺。まっすらね、はいはい。やはり小野寺、これは使いたなりますよね。3割6分打ってて控えっていうのがまずおかしいな。うまいけど、うわタイミング早かったか。150人は勘弁してくれって感じ。うわやっちまった、落ちんわな。当然代打、木南行こう。うまい、ナイスナイスナイス。オッケー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 、ギリ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 。そしてここで若手ダイソータイム、木南に変えて高寺入れていきます。熊谷もおるけどな。いや高寺も顔に似とるんよな。うわーマジか、終わった。粘りというものをもうちょっと見せたかったんですけどね。デーゲームほんまあれやな、雰囲気ええわ。7安打6得点7安打1得点のこっちとは大違いやんけ。森下ダメだったか。まあ俺も打ってないけどな森下で。クソみたいなな、フライやった。いや疲労回復力はあんま上がってほしくないっすね正直。そんなにいらんよな野手は。まあこのままいきましょう。さあ本日ラストゲームですね。なら今度はこっちをね、守備の時8回からプレイしていきたいと思いますよと。まあ、5点差以上でも全然もうプレイします。前までは飛ばしてたんやけどな。村上生かして大丈夫かこれ。普通に大竹とかでいいかもしれんな今回。野手は帰れへんよ。最近ね打ち込まれることが多いので防御率が若干上がり気味。
さ、8回までどんな展開になるのか。うわ、相手筒香と山本が絶好調なんやな。下位打線怖いな。うわー、3点ぐらいは入れてほしいな今の。ひえー、上茶谷で、上茶谷が中継ぎで控えとるんずるいな。能力めちゃくちゃえぐいで上茶谷やはり切り式パッとせんな。なんかゲームの切り式投げるたびに打たれとるわ。俺も操作するけどなんでやろな。安脇さあ、これ誰がピッチャー出てくるん。ザキさんか。まあそらそうか、3点差やもんな。で最終回ゲラか、まあ、ここまで防御率 10.5 ややばすぎ。で守備はどういう感じになってますか。はいはい、ナイスボール。ナイスボール。惜しい。オッケー、素晴らしい。超スローカーブ。スライクか。ありがてえ審判。うわーショート、くっそマジか。いやーミスったミスったミスった。今の取れたかもしれない普通に。うますぎだろ大和それは。ナイスボール。ここで守備のほころびも出た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 。大丈夫かこのシチュエーション。オッケー、満振りしてくれるのは助かるけど最後のボールが怖いな。どうでしょう。ナイスボ。今のはちょっとリプレイで見させて。もう完璧に決まった。エリナ、オッケー、最後のボールよな。ちょっと1球外ししていいか。1球外し、え、
点差。さあ、分からなくなってきました。甘いな。これは三球三振。よくわからん。なんでここは三球三振してくれたんや。ダメか。そして最後ゲラ。Okay. タノギラ持ちこたえてくれ、なんとか。おっしゃ、ゲラいいよ。振り遅れとるだ。オッケー。いや、ゲラめっちゃええやんけ。完璧すぎるやん。三球三振。いや、大竹に勝ちがついてよかった。ちょっとこれは練習あるのみですね。実戦守備とかね。まあまあまあ、打つ方はね、ようやってくれた思うよ、みんな。移動日か。はいはい、お疲れさんですと。はい、じゃあね、次回中日戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。